どこ行ったんだろう。一緒に帰る約束してたのに。僕の名前は佐々木智博。小岩学園大学に通う冴えない1回生だ。ダメだよ。あ、今の声ワルナちゃん、やっと見つけ、え、うわ、彼は同じ学部の明るい陽気くん、そして隣にいるひどいワルナちゃんは僕の彼女のはずなんだけど。って、智博かよ。今お取り込み中なんだけど。なんで二人が、どういうこと。見たまんまだよ。私が好きなのはようちゃんだけだもん。信じてたのに、ワルナちゃんにとって僕は何だったの。ATM とかかな。ワルナ、可愛い顔してキッズ。本当のことだし。そんな、ひどい。またすぐ泣く、ダサいやつ。ひどすぎる。確かに僕は泣き虫だけど、あんな風に言わなくたって。あれから数日、悲しくて辛くて、思い出すだけで泣いてしまいそうだ。それがまたたまらなく情けなくて、しばらく引きずりそうだった。でも今思い返せば、いろいろと兆候はあったように思う。ワルナちゃんはいつでも僕に何かを要求してきた。ちょっとでも気に入らないことがあると必ず交換条件を出された気がする。例えばちょっと他の女の子と話しただけでも、締め切り1週間後になったよ。オッケー、セイラさん、じゃあまた。わあ、セイラちゃんに見とれたな。トモヒロくんってばひどいよ。違うよ、見とれてなんか。これはお仕置きが必要だぞ。よし、ランチにデザートつけてくれたら許してあげる。こんなのはまだ可愛い方で、デートといえば洋服やバッグを買うのが当たり前。当時の僕は彼女に嫌われたくなくて、一月のバイト代を全て使うこともザラだった。利用されてただけなんだ。僕が気づかなかっただけ。はあ、情けない。どうしたの？うわっ！ごめんね、驚かしちゃった。彼女は同じ文芸サークルの南セイラさん。お金持ちのお嬢様で、街を歩けば誰もが振り返るほどの美人。明るく優しい性格だから男女問わず人気がある。すごいため息だったけど、悩み事？私でよければ話聞くよ。優しいな。でもこんな話されても困るよね。大丈夫、心配してくれてありがとう。ねえ智博くん、この後時間ある？え？30分後。本当にセイラさんの分出さなくてよかったの？当たり前だよ、自分の分は自分で払わなきゃ。え？そういうもの？私だってバイトしてるんだから。セイラさんがバイト？うん、自立したくて時場で働いてるの。バイトって楽しいよね。セイラさん、すごいな。お待たせいたしました。わあ、美味しそう。マシマシ。これをセイラさんが食べるの？いただきます。すごい食べっぷり、なんか意外かも。笑うの？ごめん、ギャップがありすぎて。そんなに笑わなくてもいいのに。でもやっと笑ってくれたね。そういえばこんなに笑ったの久しぶりかも。心配して食事に誘ってくれたのか。セイラさんは優しいね。そんなこと。今日は僕の知らないセイラさんをたくさん見れてすごく楽しい。好き。違うの。あの、ラーメン。私、ラーメンが大好きなの。ああ、そうだよね。ラーメン、美味しいもんね。びっくりした。ラーメン、好きだから、智博くんと一緒に食べたくて。それで、ついてきてもらったの。あと、ごめん。実は。その後、セイラさんは気まずそうに話してくれた。実は数日前、僕が振られる現場をセイラさんは目撃していたらしい。すぐに飛び出したかったけど、当人同士の問題だからと
その時は我慢したのだとか。だけど、それからずっと元気のない僕を心配してくれていたそうだ。ねえ、私じゃ智弘くんのこと元気にしてあげられないかな。え？元気もらったよ。こうしてくれただけで十分。本当？じゃあまた今日みたいに遊ぼう。かわいい。僕でよければ。こうして僕たちは時々二人で遊ぶようになった。一緒にラーメン屋のはしごをしたり、映画を見に行ったり、デートのようで本当に幸せな時間だった。その日は二人で映画を見ていた。離れ離れになった恋人がすれ違いを乗り越えて結ばれる、とても感動的な話だった。ラストすごく良かったよね。本当、今までの苦労が報われて。セイラさんの前で泣かないって決めてたのに。ごめん、これは目にゴミが入っただけで何でもないから。はい。あ、ごめん。どうして謝るの？だって男なのにメソメソしておかしいよね。涙を流すのに男も女も関係ないよ。泣きたい時は泣いたらいいの。無理に止めようとしたって余計溢れちゃうしね。そんな風に言ってくれた人、今までいなかった。セイラさん、ありがとう。わ、アイス溶けてる。おいしい。セイラさんと過ごすうちに僕の失恋の傷は気づけばすっかり癒えていた。しかしそんなある日。ああ、セイラさんが来るまでもう少しか。トモヒロくん。お、ワルナちゃん。あのね、話があって。やっぱりワルナ、トモヒロくんが好き。え、だってヨウキくんと。ワルナにはトモヒロくんしかいないの。僕が好きなのはトモヒロくん。セイラさん、これは。ねえトモヒロくん、ワルナとやり直そう。どういうこと？セイラさん待って、これは違うんだ。話を聞いて。ワルナ、トモヒロくんじゃなきゃダメ。待ってよ。その後、ワルナちゃんを落ち着かせてセイラさんと二人で話を聞くことに。私も聞いていいかな？うーん。ワルナちゃん、セイラさんは絶対に人に話したりとかしないからね。よかったわよ。僕たちがワルナちゃんに事情を尋ねると落ち込んだ様子で話し始めた。なんでもワルナちゃん一筋だと言っていたヨウキくんが実はごまたしていたらしい。ヨウキくんに騙されたと知ったワルナちゃんはショックでたまらず、ずっと優しかった僕のことを思い出してよりを戻したくなったらしい。だからね、トモヒロくん、また付き合って。ワルナちゃん、ごめん。ワルナちゃんの気持ちには答えられないよ。そっか。ごめんなさい。うん、もういいんだよ。大変だったね。ヨウキくんもひどいね、そんなことするなんて。そうだね、さすがにかわいそうだよ。二人とも、ありがとう。うわあ、離れて。うわぁ。とりあえず、ヨウキくんをどうにかしないとだね。うん、こんなこと絶対に許せないよ。さっき二人が、より戻したのかもって思っただけで、私もすっごく嫌だったもん。え、それって。なんでもない。とにかく、ヨウキくんだよ。ああ、これ以上被害を出さないためにもちゃんと分かってもらおう。二人とも本当にありがとう。それから数日後。今日はどの子と遊ぼっかなって。あ、大丈夫かな。きっと分かってくれる。どの子と。ねえ、選び放題で楽しそうね。え、なんでみんながここに。ごまたしてるって本当なの？ひどい。あ、いや、あはは、最低。なんでこんなことに。それは自分が一番分かってるんじゃない？誰だよってワルナ。やっぱり俺にはワルナしかいない。愛してる。だから俺と、もう一回。私もヨウちゃんが大好きだったよ。だけど、裏切られた傷は一生消えない。私もすごく傷つけた人がいるから、
一生それを忘れずに生きていくって決めたの。だから陽ちゃんも、そうして。ワルナちゃん、本当に反省してくれたんだ。さよなら、陽ちゃん。ま、なんでだよ。俺、本当は自分に自信なくて、だから自分を好きでいてくれる人がいると安心できたんだ。それは自分のことしか考えてないよ。誰かに本当に好きになってもらいたいなら、相手にちゃんと向き合わなきゃ。俺はあんなにひどいことをしたのに、本当にごめん。間違うこともあるよ。償いながら生きていけばいいんじゃないかな。なんていいやつなんだよ。今まで本当に悪かった。俺、これからは真面目に生きるよ。いつか陽希くんにも本当に好きな人ができたらいいね。それから数時間後、うまくいってよかった。ワルナちゃんが SNS で相手の人たちを突き止めてくれたおかげだね。みんなもすぐ協力するって言ってくれたし。そうだね。これでみんなが少しでも幸せになれたらいいな。ともひろくんはやっぱり優しいままだね。覚えてないかな。それからセイラさんは少しずつ話をしてくれた。セイラさんは小学生の頃、大好きなおじいさんを亡くしたらしい。だけどその時、家族は相続のことで揉めて、誰もおじいさんの死を悲しまなかったそうだ。そんな時、公園で泣いているセイラさんに声をかけたのが僕だったのだとか。セイラさんの事情を聞いた僕は、セイラさんと一緒に泣いて悲しんだ。見ず知らずの自分のために涙を流してくれた僕に、当時のセイラさんはすごく救われたらしい。それから10年が経ち、大学で再会。だけど僕は全然気がつかなかった。セイラさんは打ち明けようかと思ったのだけど、すでにワルナちゃんと付き合っていたこともあり、必要以上に関わるのはよそうと決めたそうだ。その後、ひどい振られ方をした僕を見て、今度は自分が力になりたいと声をかけてくれたのだとか。偶然だけど、私ね、これは運命なんじゃないかなって思ったんだ。それって、あのね、ともひろくん。涙を弱さだって人もいるのは確かだと思う。だけど、私がともひろくんの涙と優しさに救われたのも事実なんだ。セイラさん。多分、さっきの陽希くんも、ね。ありがとう。なんで？こっちこそ、ありがとうなのに。そんなことないよ。僕はずっと涙もろいのに悩んでた。だけど、セイラさんのその言葉に、すごく救われたんだ。だから、本当に優しいのはセイラさんの方だよ。ともひろくん。僕は、そんなセイラさんのことを、いつの間にか、好きになってた。セイラさん、僕と、付き合ってくれませんか？私も、ともひろくんと過ごすうちに、気づけばすごく好きになってた。多分私は、小学生の頃からずっと、ともひろくんが好き。セイラさん。嬉しい時も、涙が出ちゃうよね。夢みたいだ。ありがとう。それから数ヶ月、ワルナちゃんと陽希くんは、すっかり心を入れ替えたらしい。二人ともまずは自分磨き、と、いろいろと努力をしているようだ。僕とセイラはというと、待ち合わせまで、あと少し、最後まで読んじゃうか。誰だ？わ！彼女にそんな反応、ひどいよ。ごめん、びっくりして。ああ、私、すっごく傷ついちゃったな。ごめんね。キスしてくれたら、許してあげる。こんな僕にも、欠点だと思っていた部分を認めてくれる素敵な彼女ができた。たくさん傷ついたけど、その痛みもこの時のためだったのだと思う。こんなに可愛いおねだりをしてくれる彼女を僕は一生大切にしようと決めた。見るです。もし時間が